見ててね。晴れ渡る空の下行われる東京レース場芝 2400URA ファイナルズ決勝、18人の馬娘たちが挑みます。1番人気はもちろんこの子ゴールドシップ、この評価は少し不満か。2番人気はこの子マルゼンスキー、注目の二冠馬娘ナイスネイチャー、4枠8番での出走。私が一番期待している馬娘、気合い入れてほしいですね。ゲートイン完了、出走の準備が整いました。さあゲートが開いた。各ウマ娘綺麗なスタートを切りました。みんな集中してましたね。好レースが期待できそうです。先行争いは桜爆心王マルゼンスキー、4番、期待通りの結果を出せるか。1番人気ゴールドシップマルゼンスキー、快調に飛ばしていきます。先頭集団を見ていきましょう。第1コーナー回って第2コーナー、長丁場のこのレースですが、マルゼンスキー早くも先頭に躍り出た。続いて桜爆心王、早くも激しい競り合い、その後ろ2番、1馬身離れて4番、ここまでが先頭集団。先頭がやや早いのか、間延びした展開です。仕掛けどころの難しいレースになりそうですね。現在1番手はマルゼンスキー、続きました2番、その後桜爆心王、4番、並んできた。その後3、4馬身開いてアグネスタキオン、その後10番、1馬身離れて9番、そしてその後方には11番、ゴールドシップ、ペースが速い。向こう正面に入って先頭から進撃までおよそ15馬身。先頭は相変わらずマルゼンスキー、2番手に外から4番、その外並んで桜爆心王、4番手2番、2馬身離れてアグネスタキオン、その後から10番、1馬身差9番、それを見るように11番、1馬身離れてナイスネイチャー、1馬身差ウイニングチケット、その後ろにウォッカ、2馬身離れてハッピーミーク、5番、並びかけてきた。1馬身差1番、ゴールドシップ並んできた。残り 1000m を通過、外から外から14番、後方2番手に12番、16番、最後方からのレースになりました。意気揚々と先頭行きます。マルゼンスキー、どうでしょうこの展開。かかってしまっているかもしれません。息を入れるタイミングがあればいいですが、大手焼きを越え4コーナーへ。まだ差がある。ここから先頭を捉える子は出てくるのか。勝負は最後の直線に持ち越された。気持ちよく逃げているマルゼンスキー。最終コーナー、先陣を切ったのはマルゼンスキー。夢見るだけじゃねっ。アグネスタキオン、私が一着ね。